秋葉原通り魔殺人事件。2008年6月20日午後0時。その日は日曜日で、秋葉原では多くの人が買い物や観光など様々な理由で通行していました。しかし30分後、遠くの方からぐんぐんと2トントラックを運転する人が現れ、なんとそのトラックは赤信号では止まらず交差点に突っ込み歩行者5人を跳ね飛ばしました。そしてトラックから出てきた運転手は規制を上げながら次々と交差点を通行している人をダガーナイフで刺して人を殺しながら逃走しようとしましたが、事件発生後間もなくして駆けつけた警察に銃で威嚇され、警告に従ってナイフを捨てたところを取り押さえられました。そしてこの事件では7人が死んでしまい10人が重傷を負うといった無差別事件へとなってしまったわけですが、犯人の動機としては自分がどれだけ悩み苦しんでいたか世の中の人に分かってほしくてアピールしたいと思い事件を実行したという理由だったそうです。